中年オタッキーです。最近いろんなカメラにいろんなフィルムを入れて試写しているんですけど、だんだんどのカメラにどのフィルムを入れたのか分かんなくなってきてね、こんがらがってます。全部感度同じだったら大体なんとかなるんですが、感度バラバラだし、カラー入れて撮ってたつもりがモノクロだったりとかしたらもう大パニックなんですね。あれみたいな感じでね、取り上がってね、フィルム出した時にガーンみたいな感じなんだけどね。まあ今日はね、分かってるやつなんですが、前々回の動画でね、このニコマート EL に、オートニッコール、ズームニッコールオート4386、これでね、アリスタエデューウルトラ100で撮ってきたというね、動画やりましたが、今回はこれです。こっち。はい。カメラは同じニコマート EL なんですけどね、4386なんですが、ニッコール CO と C がつくんですね。まあ、どう違うのかわからないんですが、色が違う以外はレンズ構成は同じように見えます。これバージョン違い、ちょっと調べてみなきゃわかんないんですけどね、深掘りしてるサイトがなかなか見つからないんだな。で、フィルムはね、今回はコダック WX を使ってます。まあおそらくレンズ構成とか一緒なんでね、モノクロということで写りは変わらない、多分変わらないと思うんですね。で、フィルムのね、どんな差が出るのか、コントラストはどうか、流畅感はどうか、まあ今回はどちらもね、ISO 100で撮影してきております。はい、こんな感じで動画始めてみようと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用したね、このニッコール、ズームニッコール CO と 4386F3.5 なんですけども、まあ C がついてるんで、おそらくコーティングの C だと思うんですけどね、ニコンに詳しい方コメントいただければ嬉しいと思いますが、まあ現実にちょっと調べてみると、昭和38年に発売されたこのレンズなんですが、11年後の昭和49年にマルチコート化されてるらしいです。だからまあ標準、この一番最初のやつ、多分これが初期型なんでしょうけど、これがシングルコート、まあモノコートで、こちら、この黒縁の方ね、これがマルチコートだと思います。で、AI になってからはね、7群9枚から8群11枚に変わって、いろんな問題が改善されたということですが、まあ多少修差は残ったという意見も聞きますけど、まあそれはおいおいね、比較の撮影をやっていこうと思いますが、まあ今回はこの光学系は基本的に同じでコーティングが違うこの2本のレンズで、まあモノクロフィルムを取り比べたというね、結果をやっていこうと思います。で、早速ね、作例をまず紹介していきましょうか。はい、作例ですが、まあ100で撮ってもね、流畅感多少は残ってる感じなのかもしれませんが、とにかくね、トーンがいいです、このフィルム。素晴らしいトーンですね。コントラストもやや高めなんですけども、その、なんていうんですか、グレーとかね、青とかそういう部分のね、トーンが非常に濃いです。解像度とかもまあ問題ないんですけどもね、非常に味のあるフィルムだと思いますね。モノクロのね、色がね、しっかり乗っかってる、作例を見ていただいてもわかると思うんですが、非常にリッチな、トーンで仕上がってると思います。まあレンズの特性とかはね、前回お話ししましたので、一応リンクを、説明欄の方にね、貼っておきますので、レンズの説明、詳しい説明は前回の、動画を見ていただければと思います。はい、まあ、こんな感じで撮ってきたんですけど、いや、まあ、非常にね、その、青とか空の部分とかのね、トーン、が濃く出ていると思います。非常に良いフィルム、コダック WX。なんですけど、非常に良いフィルムだと思いますね。で、ここからはね、どう違うのかというね、のをやっていこうと思います。まあ、前回撮った、アリスタエデューウルトラ100なんですが、コダック T-MAX 100と比較撮影した時はね、遜色ない写りだなぁとは思ってたんですけどもね、WX
WX で比べるとどうなのか。まあ、WX もね、今回100で撮影してるんで、まあ、通常250の、WX ですけども、まあ、100で撮ったらちょっと多少は変わるかもしれませんけど、ここからはね、100で撮った WX と、アリサエリウルトラ100の写りを比較していきます。露出はすべて同じ。焦点距離も大体同じに合わせてあります。まあそんな感じでね、ここから作例なんですけども、1枚目が、アリスターエデュウルトラ100、2枚目がコダック WX になっています。注目してほしいところはやはりあのトーンの濃さとか、まあ流情感、その辺をね、見ていただきたいと思います。ここからは比較の作例になってまいります。はい、比較の作例ですがね、まあ、アリスタエリウルトラ100、非常にね、抜けの良い感じなんですが、WX になりますと、やはりね、トーンがすごく濃いです。もうね、露出が違うのかと思うぐらいね、トーンが濃いですが、これね、白い部分を見ていただければはっきりわかるんですが、露出は同じっていうことがわかると思います。この写真でよくわかると思いますね。白い部分はほぼ同じに写っております。濃い、色が濃い部分ね。色が濃い部分のところにちょっと注目ですね。こちらはね、この写真、こんだけ変わると。まあ、黒が浮き出てくるんでね、立体感が出てくる感じ。非常にね、いいトーンで仕上がると思います。ただ、おそらくこれ TMAX100 と比較の撮影まだやってないんでわからないですが、TMAX よりもいいと思いますね。僕的にはよく見えます。ソニーのデジタルカメラとかではね、リッチトーンモノクロとかいうモードがありますが、まあ、コントラストの高さはそのままにトーンを、濃くしているような感じに映るように感じますね。まあ、露出がね、これ同じとは思えないような写真が次々と続いていきますが、こちらは大差ないかな。うん、こちらはあまり大差ないようにも見える。空ばっかりだったらあんまり大差ないかな。この写真はとにかくアスファルトとか海の海面とかのね、トーンがこうぐっと増しますね。本当に同じ露出かなっていうぐらい。いや、トーンが、この写真は大きく差が出るはずですが、どうでしょう。はい、こんな感じで、やっぱ立体感が出ますね。非常に濃いトーンになります。こちらの写真もね、空を撮っておりますが、ぐっと立体感が増しますね。モノクロ写真ということでね、モノクロってその色がないんで、まあ、立体感を出すためには光の強弱とか影と、ハイライトシャドウとかね、まあ、そういうことになってくるんですけども、このフィルムの表現力だとね、トーンでね、立体感を出すことが可能になってくると思いますね。まあ、曇りの日はね、まだ撮影したことがないっていうか、オタッキーは基本的に晴れの日しか撮らないというポリシーがあって、曇りの日はあんま撮らないんですけど、曇りの日に撮ってみても面白いかもしれないです。こんだけトーンが濃いと、うん、曇りの日もまた立体感、トーンで立体感が出てくるんで、曇りに撮ってもいい絵が撮れるんじゃないかな、このフィルム。そんなわけでね、コダック WX の写り、まあ、圧倒的にね、アリスタエリウルトラ100よりは勝っているように思いますが、まあ、この辺は好みの問題もあるし、描きたいね、スタイルも、影響してきますので、これ一概には言えないんですけどね。さらっと抜けがいいっていう感じの写真に仕上げたい人はアリスタエリウルトラもいいと思います。リッチなトーンでね、描きたい、立体感を深く描きたい人は WX 本当にね選択する、価値があるフィルムだと思いますね。で、オタッキーはね、一応販売していくということで、今日ねちょっと焼津のね、カメラの北村で大量にパトロンに仕入れてきましたが、もうこれだけ作る暇があるんかいって感じなんですけど、まだフィルムがね届いてないんでね、まだ製造できないんですけどね、製造準備ができ次第、製造して、まあ注文ね、すでに、8名の方が注文を表明しておりますので、そちらの方から供給していこうと思います。で、バンバン売れるようならどんどんフィルムを追加購入して、パトロンでもねかき集めてね、どんどん作って送ろうと思いますが、まあ製造能力が知れてるんでね、1時間に何本作れるだろうな。1時間に多分15本ぐらいしか作れないとは思いますが、頑張ってやっていこうと思います。
はい、購入する方はね、中年オタッキー3の方をね、覗いてみてください。そのうちね、中年オタッキー3のプロフィールの方に購入する方法とかを書きますけど、あんまり YouTube で宣伝するわけにはいかないんですね。YouTube で販売するなら話別ですけど、まあ YouTube で販売すると、もう基本的にね、利益ほぼなしぐらいの価格で売ってるんで、YouTube で販売するんだったらもう販売しないということになってしまうんですけどね。はい、そんなわけで、今日の動画はこんな感じ。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッター、山田くさんですね。こんばんは、山田くです。1ヶ月ぶりの投稿になります。よろしくお願いします。タイトルは、ウィンドファーム。カメラペンタックススーパー A、レンズ SMC ペンタックス A ズーム 3.5F3.5-35105 ですね。フィルムはコダックカラープラス200ということで、2枚組写真ということになりますね。で、1枚目からいきますけどね、これね、千葉フォルニアにちょっと似たような景色ですけど、ここだったら迷惑なしに撮影ができますね。これ非常にいい景色ですね。もっと撮影に集まっても面白いかなと思いますね。で、2枚目が素晴らしい写真ですね。風力発電のね、羽を逆光をね、抑えるためのね、順光調整にしてシルエットを描いております。でね、風車がね、完全に潰れてないのがまた美味しい撮り方だったかなと。まあ、カラーメガなんで、ラチチュードが広いっていうのも手伝って、うまいこと映っておりますね。山田くさん、素晴らしい写真ありがとうございます。次はね、花子さんの投稿ですね。こんにちは。やっちまったーで盛大に自家現像失敗した花子です。おそらく失敗の原因は2リール用のタンクにリール1個だけ入れて現像液 350ml くらいしか入れなかったので、しっかりフィルムが浸ってなかったんだと思います。今回はたっぷり入れてめっちゃ攪拌しました。ただ今回もすんなりいかず、リールのストッパーベアリングがバカになったのか、交互にずらすだけで負けなくなりました。昔からそういうタイプの私です。かっこ笑い。作品は、組写真で、タイトルは、海辺に立って見えるものです。カメラ OM1、レンズ随行オートマクロ 50mmF3.5 フィルムネオパン100アクロス2です。いつも散歩する砂浜ですが、小さい頃は海が綺麗だなくらいしか思わなかった風景が写真を撮るようになって、同じ場所に立っても見える方向や切り取り方でこんなに印象違うんだと考えさせられます。モノクロも自家現像もハマりそうですということですね。で、作品なんですけどね、1枚目からいきますがね、これドンピシャの日の丸構図でありますがね、こういう、被写体の場合は日の丸構図全然ありですね。結構ね、露出は明け気味で映っておりますが、木に合わせた感じかな。で、2枚目はね、ガラクタ置き場を撮影しておりますがね、ちょっと中途半端な構図だったかもしれない。かといって上から狙うにもこれ無理だな。ちょっと難しいところではありますね。で、3枚目なんですけどね、3枚目はね、これ岩壁の上で猫ちゃんが寝てるんですけどね、僕だったらもうちょっと寄るかなと思うけど、寄ったら逃げるのか。難しいところではありますが、これね、微笑ましい猫ちゃんの表情が映っておりますね。はい、花子さん、ありがとうございます。次はね、時神さんの投稿ですね。時神です。コロナ禍の中、お仕事お疲れ様です。視聴者作品投稿に3枚投稿します。組写真ですね。タイトルは、住吉大社に春が来た。撮影場所、大阪の住吉大社。神社内を撮影しました。カメラはコニカ 3A。レンズはヘキサノン 50mmF1.8。マルチコートレンズです。ネガカラーフィルム、ロモグラフィー、ネガカラー100を詰めて撮影しました。絞りは F5.6。64年前製造のカメラ、映りは良いのですが、露出が LV 設定なのが難儀ですということですね。で、作品なんですけどもね、これ64年前のマルチコートレンズとは思えないぐらい現代的な写り、赤が非常に美しく写っておりますね。で、2枚目見ますけどね、桜とね、神社の、建物が非常によく写っております。もうちょっとね、遠近感を出してもよかったかなと思いますね。桜の方にちょっと近づいて背景を撮るって感じ。3枚目はね、鳥居さんの撮影、作品になっておりますがね、非常にね、赤というか朱色の色がよく映っていますね。このレンズ本当にいいんですね。ヘキサノンって結構世界的にもね、有名な名前ということなんですけどね。まあ、ヘキサノンって、ヘキサっていうのは6っていう名前なんですけども、
まあ6っていうのはね、コニカの前身である6号車の6ということですね。それでヘキサノンということだと思いますね。はい、良いズルです。トッキャミさんありがとうございます。で次はね、津山ののりさんの投稿ですね。津山ののりです。こんばんは。作品投稿のコーナーをお願いします。津山、鶴山公園の桜祭りが始まりました。このところ天気に恵まれず、今年もチャンスを逃してしまうかと思ってたところ、花火への4月1日チャンスが巡ってきました。東からの太陽光も十分な日でしたが、北風が強く花枝の揺れが収まるのを待ちつつ、 EOS5 に35135を取り付けてプログラムで撮影。フィルムは富士カラー100です。タイトルは3枚組で津山桜祭りでお願いしますということですね。で、これ津山のお城あるんですね。1枚目から行きますが、非常にいい写りなんですが、ほんのちょっと水平が狂ってるのが非常に残念。惜しかったですね。これめちゃくちゃいい写り。2枚目もね、これ非常に抜けの良い写真になっております。35135というズーム。結構ね、廉価ズームなんですがね、良い写りになっておりますね。で、3枚目は拙者になりますが、いや、こちらもね、良い写りになってます。解像度もバッチリ。まあ、プログラム撮影ということで結構絞られた感じなんでしょうけどもね、良い写りになっておりますね。デジタルカメラなんかいらないぞっていうレベルの写りになっております。はい、津山ののりさん、ありがとうございます。次はね、スレイヤーさんの投稿ですね。おたきーさん、こんばんは。おたきーさん、皆さん、こんばんは。スレイヤーです。今日は組写真に投稿させていただきます。タイトルは、桜、大切な人と。機材はニコンニュー FM2、カールツアイスアポゾナ 135mmF2、シネスティル 50D で撮られてますね。桜もそろそろ散りそうなので急いで撮影行きました。たくさんの人が来ていって撮影してるので、さすがにでかいカメラ下げてても変な目で見られません。モータードライブでウィンウィン言わせてきました。楽しい時間はあっという間に過ぎますね。でも花の撮影は苦手で撮れ高低いので意識して主役を桜以外にしてみました。桜だけ撮りまくってたら後から見返すとみんな同じ感じになりますよね。てか、僕だけでしょうか、それではということなんですけどね。そうなんですよね。桜アップばっかりだったらね、植物図鑑になっちゃうんで、僕もそう思います。で、作品なんですけどね、これがいい作品。これ1枚目ね、非常に微笑ましい写真で、光がこれあれば最高だったんですが、でもいい写真ですね。2枚目はね、これは素晴らしい写真になっております。いや、これはね、もう文句がつけようがない。手前からの立体感とね、佇むこれ二人、女性の二人組ですね。で、三枚目なんですけど、三枚目はね、ちょっとね、バッチリ顔が映ってしまってたんで、YouTube 規約に、抵触する可能性があるので、ちょっとぼかしを入れさせてもらいましたが、これも良い作品だったんだな。難しいね。YouTube のね、規約はね、一応顔が映ってる場合は、その、映っている人の承諾を得た、ということが確証されなければいけないということで、ちゃんとね、話が通ってなければいけないということになってますんで、まあ、そこはちょっとね、ぼかし入れさせてもらいました。すいません。スレイヤーさん、ありがとうございます。今日はこの5名で、発表させていただきましたが、タイトル画面めちゃくちゃ悩みました。もうめっちゃくちゃ悩みましたが、スレイヤーさんの2枚目かな。難しいところですがね、もうね、山拓さんの2枚目もね、すごい良かったんですがね、惜しかった。ということで、今回はスレイヤーさんに軍配上がりました。はい、作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーですね。今日の俺のカメラはポンポコさんの俺のカメラですね。おたっきーさんこんばんは。春竹長ですね。ということで、メルカリで入手したマミヤ 135AF を桜と絡めて撮ってみました。通電しないジャンク品ということで送料込み1000円でしたが、電池接点の研磨とファインダー清掃で一回ありました。ファインダー内のインジケーターでピントがどの距離に合ってるか分かって安心感がありますね。ちょっと恥ずかしがり屋の男子と積極的女子のツーショットみたいな感じで撮ってみましたということですがね、作品なんですけどね、もう狙って完全に狙ってますね。この季節にこの写真、まあね、当然といえば当然なんですけど、135AF ね、私ちょっと触ったことないんですがね、
どういう写りするの、まあ、マミヤなんでレンズは問題ないでしょうし、 38mm の F2.8 この辺って、結構写りいいんだな、もしかしたらどこかの OEM レンズかもしれませんけどね、ちゃんと狙いすましたようなね写真になっておりますが、タイトル画面にしようと思います。まあ、季節ネタということでね、すいません。そんなわけでね、今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか。フィルム販売の方なんですけどもね、結構な注文入っておりますので、まあ、お待たせすることになると思いますが、準備ができ次第連絡を入れていこうと思います。ちょっとね、今ツイッターの DM にね返信をしてないんですけどもね、本当に時間がないんだな、これが時間がなくて、まあ、動画も作んなきゃいけないしね、まあ、そんなわけでね、ちょっとお待ちくださいということになります。現像サービスの方もね、基本的にはまあ、オタッキーから購入したフィルムということですけど、他のフィルムもね、現像サービスはしていこうとは思いますが、他のフィルムは別に必要ないよね。多分ないよね。で、オタッキーのね、オタッキーから購入したフィルムを自家現像してもらうとね、写真の楽しみがさらに膨らみますので、ぜひぜひ挑戦してみてくださいね。そんなわけでね、今日の動画終わっていきます。いかがだったでしょうか。次回のネタはね、ちょっとできてないんだな。次回のネタ上がってないんで、何のネタになっていくかはちょっとわかんないんですけども、一応取り上がってます。ちょっとね、オリンパスのね、コンパクトカメラと、ヤシカの、一眼レフカメラの方が取り上がっておりまして、他にも2台カラーフィルムが取り上がってるんだけど、カラーフィルムはちょっと時間かかるかな。はい、そんなわけで今日の動画おしまいです。いかがだったでしょうか。高評価、コメント、チャンネル登録の方ね、ぜひぜひお願いします。高評価、コメント、チャンネル登録が増えれば増えるほどね、YouTube のランクが上がっていてね、シェアたくさんされるようになっていきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、フィルムの販売の方もそうですし、字幕スーパー付きのね、おたっけのチャンネルもそうですしね、フィルム写真をね、ちょっと、途切れさせないためにね、もう、絶滅させないために一生懸命頑張っておりますんでね、応援よろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。